お待たせごめんね遅くなっちゃって先生に呼ばれていたと聞いたわそれなら遅れてしまうのは仕方のないことよそうそうそれより早くお昼食べようようんそうだねそれじゃあみんな手を合わせてストップえ何どうしたの ふーすけー今日が何の日か忘れたとは言わせないかんな。つくしちゃん、お誕生日おめでとう。そ、そういうことか。びっくりしたよ。でも、お祝いしてくれるのは嬉しいな。ありがとう。プレゼントも用意してあるから受け取ってちょうだい。えいいのもちろんだよ。はい。 どうぞ。ランチ番長の風助にぴったりなやつ、選んどいたから。開けてみ開けてみ。ランチ番長鍋奉行のようなことを言いたいんじゃないかしら。双葉さん、いつも昼食時に温度をとっているから。な、なるほど。うわー、お弁当箱。双葉の目のイラストが入っててさ、これ風助じゃんと思って選んだんだよね。 ほんとだかわいい横についてるお箸は広町お手製でーす。えななみちゃんが作ったのパパに教えてもらって作ったんだ。私はタンブラーを選んでみたわ。季節を選ばず飲み物やスープを持ち運べるそうよ。おおなんかアウトドアっぽいそうね。キャンプなどにも使えると思うわ。 と、私はランチョンマットを選んでみたんだお花畑と蝶々の柄が綺麗でうんうんモニカのリーダーにぴったりだすごい全部お昼ご飯の時に使えるグッズだでしょうこれがあればランチタイムももっと気分上がること間違いなしどうランチ番長にはぴったりしょうん 何かどうかはよくわからないけどすっごく嬉しいよありがとう明日からはこのお弁当箱を使うねけど今日のお弁当もちゃんと楽しんで味わおったそれじゃあ改めて手を合わせていただきまーすブシロードゲームズ